皆様おはようございます。お元気でしょうか。いつも無駄なしまかない道場ご視聴誠にありがとうございます。本日はね、今の旬のサンマね、これ使って一品作っていこうじゃねえかみたいなね、感じでございます。まずね、塩パックンパックンパックリーナとね、振っちゃってください。でこう尻尾のとことかはね、こうやってズリズリズリンコズリリンロンとやるとね、あとヒレね、ズリズリズリンとやっとくと、これがね、燃え落ちないような感じで仕上がります。はい、それではね、これまずね、焼いてまいりましょう。はい、さらこの焼き器の中にゴール見えにくいね、天下一発、2発、3発。はい、それではね、サンマ焼きは暗いね、サンマ焼いてまいりましょう。はい、いい感じでね、サンマの B 面の方がね、焼けました。それではね、この A 面の方をね、焼いていきましょう。なんかボケてる今日。まあ焼いていくかね。はい、サンマの方はですね、いい感じでそろそろ焼けそうなんでね、焼ける前にソース作っちゃいましょう。それではね、バーナーコーナーへゴーしましょう。うまそうだね。はい、それではですね、ソースの方を作ってまいりましょう。まずフライピンにね、ごま油ね、適量に、こんなもんでいいかな、やや多めだね。はい、そして、鷹の爪の輪切りと生姜ね、このバッツンバッツンバッツリナと入れて、そして最後にギーネね、はい、ギーネガッツンガッツンパラライカと、はい、こんな感じで、生姜おろしたやつと鷹の爪とネギが入りました。そしてここで、まあ少しね、この一味唐辛子でも粉唐辛子もどっちでもいいからね、七味でもいいやね、これを入れて、それで添加します。添加一発入ったよこれ。そうしたらこれ超弱火ね、超弱火で端っこの方にこうね、ネギとか生姜とかね、一味とかもう全部寄せて超弱火で焦げないようにね、仕上げてまいります。はい、そしてサンマが入ったら上からぶっかけりいいなー、でも最高よこれね。はい、それではサンマの焼けるの待ちましょう。はい、サンマの方がですね、いい感じに焼けました。はい、そして、はい、ソースの方もできたよ。あとはこれをね、サンマにぶっかけるだけよ。こうジューン、これ音聞こえる、うん、あんま聞こえねえかね。はい、これでサンマネギソース完成となります。テーブルの方に運んで食してまいりましょう。うまそうだねこれ。はい、テーブルの方にですね、サンマのピリ辛ネギソースね、運んでまいりました。この一味とか唐辛子の輪切り入れなければね、普通のネギソースになります。まあちょっとな、まだ暑いんで、こうカプサイシン効果でね、バッチリね、秋を迎えようじゃないかということで、ピリ辛ネギソースにしてみました。はい、それではね、早速食してまいりましょう。醤油ダダンと。サンマって不思議だよ。なんかあの塩焼きにするのに必ずちょっと醤油かけちゃうんですね。それ私だけ、私だけなんでしょうか。それは定かではありません。はい、それではね、早速ネギソースたっぷりでいただいてみましょう。あ、サンマのこう上手な食べ方ね、まずこう上押しちゃう、ガツンガツン、釣りにこって、ね、尻尾のまで、はい、ガツンガツン戻ってきたよ、ガツンガツン押しちゃう、もう戻ってきたよ、もう往復ビンタ30連発で取ると身がほぐれやすいです。いただきます。うまい、うまい。いや、この生姜の爽やかな香り、ネギの香り、そしてピリ辛だね。要するにごま油に唐辛子入れてじくじくやっちゃうとラー油できちゃうからねこれね。うん、いや、もう自家製ラー油っぽいこのお味、最高ではないでしょうか。いただきます。でサンマの美味しい選び方はちょっと崩れてるとよく分かんないかもしれないけど、頭あるじゃないですか、頭からシューってなってるのはあんまよくない。頭の付け根からこう背中がボーッと盛り上がってキュッてくるね、それがうまいね、サンマの選び方でございました。豆知識でございます。うん、はい、ガツンガツンいただきましょう。ごまビーラーがもう最高っすね。はい、飯入りまーす。今日飯こんだけしかないのよ。いただきます。飯合う、飯合う、最高これ。やめられない、止まらないですね。なんか旬のサンマうまいね。うち、でもあんま大きいのがない、これでかいのたまってまったんだけど、いただきます。うまっ、
ね、このネギをさ、これはネギと生姜がまたこのケリーナのケリーナでね、でいただくと、いただきまーす。タレつけていただくと、最高だね。それでは本日の最後まで野梨まかない道場ご視聴まことにありがとうございます。本日はですね、今旬のサンマを使ってね、一品、サンマのピリ辛ネギソースを作ってみました。本当に美味しいんでね、もうちょっともう塩焼き飽きたよみたいな、煮付けも飽きたよっていう時はね、ぜひね作ってみてはいかが、簡単なんでね、ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。そして皆様に一つお願いございます。動画アップのモチベーションを維持するために皆様の温かいコメントマイク1票入れていただければ幸いかと思われます。それでは失礼いたします。またお会いいたしましょう。良い一日を。じゃあね、サムサムサッカー。